ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14粒子戦争編第93回配信を撮っていきたいと思います。さて、現在モードナの出たところ、銀類語後半にやってきております。とりあえずシドさんに話しかけていきましょうか。メインクエストを進めます。ここからカルテノーはそう遠くない。エンタープライズの足ならひとっ飛びといったところだ。かつて不滅隊の内部に密偵が潜り込んでいたことを考えれば、帝国軍も当然オメガの存在には気づいているはず。ネロの言葉通り、連中と出くわす危険性はあるだろう。到着したと同時に戦闘ってことも考えられるからな。装備の確認をしてからエンタープライズに乗り込んでくれよ。行きますか。レベル結構ギリだけどね。こうして、よっと。よし、転移装置は起動したぜ。こいつを使えばオメガの管制室までひとっ飛びって寸法だ。その慣れた手つき。お前、前にもここに来たことがあるな。おお、派手にドンパチやらかしている連中を出し抜くのにはちょいとばかり苦労したがな。こんなに面白そうなおもちゃを見逃す手はないだろうが。下調べは万全だぜ。油断できんやつめだが、相変わらずの純粋な知識欲、それだけは認めてやるぜ。不審な飛空艇を追ってみれば、手配中のシドガーロンドを見つけられるとは。そして天才気候士がここにいるということは、例のブツも近くにあるだな。なんか癖の強い感じの方ですね。わあ、オラにも月が回ってきたぞ。やっぱり帝国軍も石膏を放って言いやがったか。おい、しっかり足止めしておけよな。クソ、奴を一人で先に行かせるわけには。俺はネロを追う。連中の相手は任せたぞ。我が名は豪雪。遥か東方、ドマ国の侍大将なり。いざ尋常に勝負せい。大丈夫かな。ゴーセスさん、武器が刃が黒かったね。なんだっけ、なんかあえてああやって黒く錆びさせて被膜作る製法があった気がする。一刀入魂。
観念しろい。こっちの方が数は多いんだぞ。もうしつこいんだから。ったく、いつまで雑魚どもと遊んでやがるんだ。俺様のとっておきを貸してやるから、とっとと片付けてこっちに来やがれ。なんだい、取っておきって。なるほど、窓アーマー。窓リーパー、レッドバロン、ターボカスタムだ。使いこなしてみせろよな。これるんかい？なんだわ？窓アーマーを使おうだなんて聞いてないぞ。お前たち、やっちまえ。窓は、あ、もう乗ってる。自分一人逃げるつもりか。あの卑劣感は拙者が引き受けるでござる。貴殿は増兵どもの相手をお頼み申す。頑張る。分かってないんですよ。見ててよね。逃げた。逃げた。これどうやって出すの？覚悟はいい。
一刀入魂。根性見せてる。あ、勇気さんがもうない。HP が。隙だらけだぞ。切り捨てごめん。弾が切れてしまった。敵前逃亡は死刑だぞ。戻ってこい、お前たち。うわ、情けな。哀れ。自業自得でござる。くそ、こうなったらもうやけくそだぞ。手加減しないよ。なんかみんな当初使った形跡が。アウト。ドマ侍の意地を見よ。たたりも見ててよね。あ、違うのをしてる。あ、えらへん。見切った。見切った。あ、普段効かないんだこれ、今の技。覚悟はいい？覚えてるよ、この恨みはいつか必ず。凍結解除。システムチェック。オールクリア。そっちは？こっちも終わった。目覚めるぞ。すげえ、こいつは最高のおもちゃだぜ。目覚めた途端に光の舞を認識しやがった。さすがはバハムートを捕らえし者だぜ。だがこいつは完全な自立型無人兵器だ。アルテマウェポンと違って人が乗って直接操縦するわけにはいかない。起動後オメガは眉の蛮身を捉えようとするだろう。その後にできることは時間凍結システムを使って活動を停止させることだけだぞ。問題がありゃ緊急停止させるまでだ。ま、詳しい検証まではできちゃいねえが、俺様とお前がいてできないはずがねえ。わ、恋に落ちそうなセリフやなこれ。私、バカだからよくわからないけど、いいのかな、本当に。なんという？
1、イダならどうする？ 2、あとのことは任せる。イダに聞いてみる。あえて彼女今まであんまり判断してこなかった傾向があるからな。イダならどうする？どうするって私が決めろってこと？うん。分かった。私決めたよ。シド、どいて。それを押せばいいんだよね。パパリモがくれたチャンスを逃すわけにはいかない。だから私は私の責任でこれを押す。パパリモのためにもお願い。いいぞいいぞ、その調子だ、かわいこちゃん。オメガ起動シーケンス確認、発進するぞ。
オメガの反応消失。時間凍結システムはまだ起動していないぞ。何がどうなっているでござるか。拙者機械は苦手ゆえな。反応が消失したのに、凍結したのに反応が消失したということはやられたってこと？俺様とシドの操作は完璧だった。だがオメガからの通信が途絶しやがったんだ。とにかく現地で観測してる奴らに確認するぞ。向こうからシャットダウン、シャットアウトされるのか。ああ、ひとまず時間凍結システムは起動しておいた。これで暴走のリスクはなくなったはずだ。さあ、グリダニアに戻るぞ。オメガ、あいつをやっつけたよ。パパリモがかけた魔法がこの世界から消えていく。つながりが途絶えたの。だから、賢人さんにみんな入ってる、なんかこう紋章みたいなマークだと思ったら違うんだね。何かを成し遂げると消えちゃうのか、それとも誰かそういうつながりがなくなると消えるのかな、よくわからないね。シドさん、オメガからの通信が途絶した理由はわからない。ともかく急いでエンタープライズに乗ってくれ。グリダニアに戻って状況を確認するんだ。ちょっと待ってね、これ一回家にしていい？あの今回ここまでにしようかな。多分ねバトルで結構時間を使ってるので。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。次回はこのシドさんに話しかけて移動していくところから始めたいと思います。では失礼します。